おはようございます。10月13日、10時31分、モーニングショットをお届けしたいと思います。少し悩んだんですが、ドル円、147円の、売りをですね、20に置きつつ、上上がったらやっぱり叩いて売ってみようかなというふうに思っています。147の50にストップを置いて、146の4030ゾーンぐらいの買い戻しをイメージをいたしますが、利食いの差し値はいたしません。万が一介入入った時っていうのは、大台が143円台も可能性がありますので、利食いはさせないようにしたいと思います。ユーロドル、0.973545 の売り、 0.9770 ストップ、 0.96 の8070利食い。ユーロ円、142円の、こちらの方も8595で売り、143の20でストップ、142の2515の利食いをイメージをいたしましたが、これも同じく利食いは差し値をいたしません。ポンド円、163の4050の売り、163の75ストップ、162円の6555の利食いをイメージしましたが、やはりこれも利食いは差し値はいたしません。 1.114050 タイドルは売りで、 1.1180 ストップ、 1.106555 利食い。OG 円、92円の6070売り、92の95ストップ、91の9585利食い。ただこれも差し値は、利食いの差し値はいたしません。タイドル、 0.63 の1525の売り、 0.63 の50ストップ、 0.62 の3525利食い。ニュージー円ですが、82の7080売り、83の15でストップ、82のちょうど、81の90で利食いのイメージですが、差し値はいたしません。あと、タイドルは 0.56 の4555売り、 0.5680 ストップ、 0.55 の6555の買い戻しのイメージを作っております。ドル円で介入が入れば、クロス円ともども全て、ドル円がもし3円落ちれば、クロス円も当然のことながら、数円落ちるという形になるでしょうから、戻り売りを売ってみて、もしこれが介入入らず、例えば147円の私も20を売って、もし7の50突破したら、もうこれはもうストップで、損切るしかないというふうに思います。買い攻めをしてですね、ここで突然介入が入らないとも限らないわけですから、一旦は145円の8590で介入入ってるわけですからね。それを考えますと、147円台になればですね、介入の可能性が非常に強いというふうに考えていて、やはり買い攻めはちょっと自分としてやっぱりしにくいと思います。もしくは146円ちょうどにストップ置いといてもいいかもしれません。ストップ売りですね、146円ちょうどの売りがつくってことをイコール、それは介入が入ったということですからね。まだその方がもしかすると147円台を売るよりも安全なのかもしれません。今日のところは147円台、特に20近辺叩いてみて、利食いの差し値は今日は全て差し値を入れず、クロス円ドル円はですね、対応してみたいと、そのように考えております。あと一つご質問いただいております。介入 のドル円での下げですが、今回は午後5時に出たようですが、例えば深夜に大きく上げて、深夜に146だったものが午前8時半に148もいったら、もしかしたら夕方5時の介入ではなく、緊急で午前9時に、もしくは9時半ぐらいに必要に応じて、9時ぐらいにも介入に入る可能性もありそうですか、ということで、私はそれは可能性あると思っています。確か0.75ぐらいの時の介入は9時にも介入があったと思うので、という、私も介入の時間あんまりはっきり覚えてないんですけど、ほとんどは中値の後、午前中に入るっていうケースが多かったんですけれど、ですね、私9時よりも前ぐらいに、例えばリザーブバンクオブオーストラリアで介入が入ったりしたこともありましたし、その時は協調介入だったのか委託介入だったのかちょっとはっきりしないんですけど、そのように介入自体が、
午前9時前に入ったこともありました。なので、例えば9時台とかに介入が、東京マーケットがスタートしていればですね、介入が入ることも十分可能性としてはあるだろうと、そのようにイメージをしております。またご質問ございましたら、ぜひ、メールでお寄せくださいませ。よろしくどうぞお願い申し上げます。本日のモーニングショット、これで終了です。